シャドウに命を救われたあの日のことは今でも鮮明に覚えているわ。そして出会ってから今日の日まで彼に与えてもらったものを考えると、何をどうしたって恩を返しきれないわね。ディアボロス教団を壊滅することが最高の恩返しなのだけれど、こまめな恩返しも大切ね。今の私が最大限にできることは何かしら。例えば何か贈り物をする。そう、彼の好きなものを贈るのも一つの手よね。王道だけれど確実な手法よ。彼の好きなものといえば、マグロナルドのサンドって、それはちょっと違うんじゃない？サンドは彼がいつも食べているし。じゃあ金塊とか。いやいや、これじゃシャドウの好きなものを知らないみたいだし、考えることを放棄してるみたいじゃないの。第一席の私が彼のことを知らないと思われるのは心外だわ。それに七影の中で私だけ変な贈り物をすることになれば。アルファ様、シャドウ様のこと何も知らないんですね。アルファ様、それはさすがに。アルファ様はボスのこと何にも知らないのです。これは真剣に考えないといけないわね。別の視点で考えてみましょうか。他の子たちだったらどんな贈り物をするかしら。イプシロンなら手料理。彼女らしいいい贈り物だし、誰にも真似できないわね。ガンマならうんと贅沢な新居とか。そんなことされたら叶うわけないわ。今後の予算報告書はもっとよく見ておかないと。他の子のことはよく見ているから案外すぐ思いつくわね。むしろ私自身のことを何も分かっていないじゃない。じゃあ逆転の発想よ。私が贈りそうなものを考えてみましょうか。私なら、マグロナルドのサンド。違う！どうして、どうして同じ答えに。もしかして私の客観的なイメージってマグロサンドなの？いいえ、そんなはずはないわ。ほら、ガーデンの一番の古株だし、シャドウの次に強いし、教団の拠点の殲滅数だって実は私が一番よ。ガンマが不在の時に必要になった救難任務の作戦だって私がフォローして考えたものだし、ラムダがいない時はメンバーのケアだってやっているわ。リーダーとして万能に立ち回れるように頑張ってきたはずなのに。もしかしてその万能さが私の欠点。どうして悩んでいるのかわからなくなってきたわ。ちょっと冷静になりましょうか。私らしい贈り物、一体何なのかしら。覚えがいいだけって肝心な時に役に立たないのね。彼やみんなとの思い出はたくさん覚えているのに。思い出？いいかもしれない。そういえば彼、私たちの話を聞いている時楽しそうだったわね。言わなくても何でも知っていると思っていたけれど、それは世界の真実の話で私たちの日常ではないのかもしれない。そこまで気を配れないのかもしれないし、教団の殲滅を目的としながら私たちの成長に期待しているのかも。戦闘能力だけでなく人として。バカね、私ったら。彼からもらったものは常に形あるものじゃなかったじゃない。もちろん形にして伝えることも大切。でもそれが必ずいいとは限らないわ。私たちの思い出、活躍、失敗、彼と離れていた2年間の話とかどうかしら。少しずつ報告していたけれど細かくは知らないでしょうし、思い出と感謝の気持ちを言葉にして送ることにしましょう。あの人の心にちゃんと残るように。もちろん教団の殲滅が一番の贈り物だって伝えた上でね。誰に言い訳しているかわからないけど。さあ準備に戻りましょうか。